はい、こんにちは。今日は引っ越し当日の私に密着まではいかないけど、軽く密着、軽着って何時予想や、の様子をお届けしていきたいと思います。早速なんですけれども、今余ってる食材を使いまして、朝食を胃に運ぶことによってエネルギーチャージをしようとしております。蒸気機関車でいう石炭みたいな感じです。焼きそばの具は野菜がないので、本来焼いたそばの味が味わうことができるスタイルになっております。さっきまで寝ていたね、お布団を片付けないといけないのと、あとこういうぬいぐるみも一緒に入れていきます。机の上もまあまあちょっと散らかってるので片付けないといけないですね。重ねてある段ボールの一番上は適当に物をね、余ったものをポイ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 って入れれる用の箱です。あとソファーの上が少し散らかってます。こっちの方にはキャリーケースはキャリーケースも持ってってくれるっていうので、その中にも荷物入れたりとか、冷蔵庫の電源は昨日から切っておいてくださいということなので、ちゃんと切っておいて、昨日まで料理してたので調味料が入っています。片付けないといけない。ここには出してある調味料で、玄関にはまとまったものと、もう出せるものと、これから入れるもの、キッチンの下にもあって、この米びつが後で事件を起こします。まあ言ってほぼほぼ順調に進んでいるのでね、大丈夫です。もうもう 78% くらいはもう計画通り。当日の朝は昨日まで使ったものを入れていくっていう感じですね。今9時半で今言ったのを箱詰めバッとしちゃって、予定では2時から引っ越しです。この時何をね考えてたのか、ネットの人と引っ越しの予定をダブルブッキングしてしまったので、助っ人にお願いしますって言って代行をお願いしました。すみません。先ほどまで寝ていた布団を片付けていきます。掛け布団も敷布団もマットも全部入れていきます。袋に大きなクマのぬいぐるみもどかしていきます。この大きなクマのぬいぐるみはこのままで持ってってくれるみたいなので何もしないんですけど、マット片付けるときにとても邪魔なので、ちょっと君はあっち行ってて、この布団たちの戦いにめちゃくちゃ体力持ってかれたけど、まあスーパーの詰め放題だったらギリギリ OK かなっていうくらいには入ったのでいいでしょう。私は前日もさっきの朝食も自炊をして料理を作っていたので、調味料たちを入れていきます。蓋が開いてしまいそうで こぼれてしまいそうなやつはガムテープで補強しました。冷蔵庫の中の調味料たちも蓋がしっかり閉まっているか確認していきます。で、冷蔵庫を調味料を移動させている時にお掃除も一緒にしました。中きれいにしたりですね。うん。調理器具もいらないものはもう捨てることにしました。この100均で買ったね、手持ちのところがプラスチックのやつは溶けてしまうので、これはあんまりおすすめしない。プラスチックの持ち手のやつ、タコ線が美味しいんだ。これがさっき使ったお皿と昨日の夜のお皿、乾いてるやつを入れてきます。でね、一個一個ね、このプチプチを切って一個一個包装してたらもうめんどくさくて仕方ないので、お皿を置いてプチプチ敷いて、お皿を置いてプチプチ敷いてっていうのをね、こう重ねてやっていきました。全然割れなかったので、この方法がいいかどうかはちょっとさておき、これでも大丈夫だったのでこれでバッチリです。濡れた洗濯物をね持っていくのが嫌だったので、昨日の夜は早めにお風呂に入って洗濯物を干してしまいました。朝になったら乾いてたので、これを持っていきますね。段ボールにポイッと入れちゃいましょう。軽く掃除機かけて終わり。引っ越し業者の人からすみません、
5時になりそうですって連絡が来たので、スケートに頼んでいたネットのやつやっぱ自分でやろうと思って、結構新居まで遠いので気持ち急いで向こうに向かいました。スケートには申し訳ないので、これ食って許せってピザをデリって食べてもらった。すまん、本当に申し訳ない、本当に申し訳ないと思ってる。食べに行く時間ないと思ったら電話がかかってきて、すいません18時になりそうですって来たので、引っ越し業者の人も帰る時間遅くなって大変だなと思った。引っ越しの、ね、時間がねたくさん変わるのは、引っ越しのね時間を指定しなくて、融通が効くプランにすることで極限まで引っ越しの料金を抑えてもらうようになってるので、時間よりお金を取ったんです。私は引っ越しってお金がねかかるからね、なるべくコストを最小限に抑えたかったんです。私はもらった箱20箱と紙袋2つ、キャリー袋じゃないわ、完全に今紙袋に釣られたわ、キャリーを2つと熊1匹、あと自分で用意した入れ物2つと鍋とかコンロとかの箱が3つ、観葉植物1つ、それらが大きいもの以外のまとめた荷物の量でした。クマね、とってもみんなにチヤホヤされてね、持っていかれました。引っ越しの作業もね、すぐに終わりました。引っ越しの作業が終わって、冷蔵庫とか洗濯機とかね、どかしてみると結構ホコリがあって、こんなにホコリあるんだって思ったりしました。新居まで荷物を持ってってくれるので、私も急いで新居に向かいます。片付けはまた後日来ます。貴重品とみんなからもらったね、手紙がとても私にとって大事なので、それだけ手で持って新居に向かいます。電気とか換気扇とか消し忘れたりしてないようにしっかり確認していきましょう。荷物の搬入パパッとやってくれたのですぐに終わりました。私はその間にベッドを作って、片付けられる荷物だけできる範囲のところまで今日やってしまいました。ガスを通してもらう連絡をするのを忘れていたので、水風呂に入ってとっても寒かったので布団に入ってね、もうそのままぐっすり寝てしまいました。そんな感じの引っ越しの日の当日だったんですけど、ここで事件が起きたんですね。引っ越し業者の人と前の家の荷物しっかり何もないか残ってないか確認したはずなのに、次の日お米食べようと思ったら米びつを忘れたことに気がついたんです。ちょっとおまけで、よければ見てください。お前取り残されちゃってどうするんだよもうどうやって持っていくのこれ、小脇に抱えて電車乗るのやりすぎない？こうやってさ電車に乗ったらやばすぎ。どうでしょうね、この1個ジュース買ってきて、一番大きい袋を持ってもらってきたので、ちっちゃい袋持ってきたので、ここにお米を入れて、ここにケースを出し入れるっていう作戦、いい感じだと思う。引っ越しが終わった時にね、最後全部荷物確認したつもりだったんだけど、本当につもりだっただけだったみたいで、米びつがね残っちゃってたっていう、もうこんな大変なことだ。小さい袋にお米を入れて、袋ね、小さい袋を2枚重ねにして、お米がね漏れてももう一段階安心できるようにしました。米びつは分解して、持ってきた入れ物とウエルシアでもらった袋にね、あっちでもないこうでもないそうでもないあーでもないあーでもないあーでもないって言って、一生懸命入れたんですね。これを本当に大変だったんだよ、これ。ほんとしっかりしてくれ、私。袋からなんとかはみ出しつつも入れきりました。マジ米騒動だよ、こんなの。米騒動隠蔽しない。あ、米が。持って帰りまーす。これと、これ。やばすぎ。肩もげそうだわ。